パブロセバスティアン・アルバレス・バレーラは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州産マルティン出身のサッカー選手。アルセナル FC 所属。ポジションはディフェンダー。ルーツであるスペインのパスポートも保有している。ユース時代に AA アルフェンティノス・ジュニアーズから、メモンボカ・ジュニアーズへ移籍。2003年にトップチームデビューし、2004年にはコパ、スダメリカーナ優勝を経験した。 2005年7月にはエステゥディアンテスでラプラタへ移籍すると2006年前期リーグではチームの23年ぶりのリーグ優勝に貢献した2008年1月にイタリアのカルチョカターニアへ加入するもすぐには結果を残せず翌年には母国の CA ロサリオセントラルへのレンタル移籍で経験を積む2009から10シーズンからはカターニアに戻り 出場機会を増やしている。2012年1月、スペインのレアルサラゴサへ、レンタル移籍。半年間のレンタル後、カターニアに戻った。2017年7月26日、CA ウラカンと1年契約を交わすことが発表された。ありがとうございます。